今回は、このままだと日本に未来はないよねという本を読みましたので紹介させていただきます。はじめに、オワコン日本で幸せに生きるために、消費税増税で負の連鎖が始まる、投資者方たちが覚えるババ抜き的状況、10年以内に日本の若者が暴動を起こす、年金を食いつぶすが一番美味しい、予測の精度は高い方が損しない、 1> 第1章、広域流未来予測のメソッド。予測が難しい時代になったわけ。1. 未来予測を外さない先読みのコツ。経済合理性にかなったものは普及する。ヒット予測はまず普及しない理由を考える。2. 僕が的中させた3つの予測。iPhone は売れないという僕の予測は外れていません。臨帝堂スイッチはいまだにヒットしていない 仮想通貨流出事件の予測は実は簡単。3. 予測の精度を上げるための情報収集のスキル。思考パターンが違う人こそフォローすると面白い。自分の記憶のタイプを知るとアウトプットに差がつく。第2章。どうなるワーコン日本の10年後。1. お金も人材も集まらない日本経済の未来。ワンチャン頼みの日本経済。 日本企業に優秀な人材は集まらなくなる。ニコニコ動画が YouTube に勝てない理由。ぬるい日本からジョブズは生まれない。日本で成功と海外で成功、必,の必要な能力は別物。働き方改革の最適解は人間を雇わない。2、キャッシュレス時代のお金の未来キ。キャッシュレス化は精神国で日本が一番遅い。 仮想通貨に投資しても損をするわけ。ブロックチェーンは過大評価されすぎ。3. 機械を人間を超えるテクノロジーの未来。AI より頭の悪い人は貧乏になる。ターミネーターのような AI の暴走は起きる。シンキュラリティはすでに起きている。ポストスマホの最有力は網膜投影型。将来的には脳波デバイスに行き着く。 4. 無人化で貧しくなる産業の未来。日本から基幹産業がなくなるマイカーがなくなるのは時間の問題。エンタメ産業はお金の時間を奪い合うゼロサム。体内に薬を運ぶ微小ロボット、ナノボ,ナノボットは将来性あり。火星移住より先に人類は自滅する。日本のカジノが成功しない理由。 アダルト産業も二極化する。日本は規制で未来を捨てているはか。働くのは一部なマゾな人たちだけに。生きがいも変える時代に。第三章。世界情勢を予測してみた。フランスに移住して分かったこと。嘘をついてでも大衆を動かせる人がくつ俺たちさえ良ければいいという国の方が強い。 米中貿易戦争はアメリカに勝ち目なし。中国にかなう国はこの先20年は出てこない。韓国と北朝鮮が統一したらドイツのように強くなる。復帰したくても EU に戻れないイギリス。EU の破綻は数十年は起こらない。原油安が止まらず中東で内戦が勃発。戦争の最前線はサイバーに。 一人のおかしな人がきっかけで第三次世界大戦を起きる。第四章、拾い切る問題解決のメソッド。少子化問題。子供を産んだら一千万円支給。社会システムを変えるときは劇的に。子供に投資した方が国は豊かになる。もくて金のないおっさん問題。無敵の人にはうさぎを配れ。欧州では 孤立化は社会問題。人は弱,弱い存在から縛られると幸せを感じる。高等教育無償化問題。優秀でない子にこそ教育は必要。リターンがなくても教育を受けさせる。大学劣化問題。就職予備校型と研究型に分ける。大学でユーチューバーを育てよう。移民問題。移民受け売りよりも機械化の技術に近寄り、 力を入れた方が得。外国人さえ集まらない産業は消滅。貧困問題。ベーシックインカムで国民全員に月7万円配る。年金は若いうちからもらえた方が,もらえた方が良くないベーシックインカムを導入すると優秀なコンテンツが増える。待機児童問題。保育園への補助金を廃止して育児世帯に支給。 ベビーシッターを増やした方がいい。第5章。これからの時代をサバイブする方法。1億人は幸せに、は無理だけど、個人にはいい時代。みんなが大事だと思われない、思わない能力を手に入れる。プログラミングの学習法は、ググってコピペ。プログラミングの知識は、将来の収入を左右する。驚きと儲けの法則。 他人とずれていた方が幸せになれる。儲けたければ役に立たない仕事を選べ。予測するよりも未来を自分で作るが最強。人と比べない幸せが人生を楽にする。終わりに。はい、以上になりますので、よかったらチャンネル登録お願いします。ありがとうございました。